いよいよドラマ最終回前です。水崎氏、これまでの振り返りをお願いします。はい、私たちが映像研という活動を通してアニメを制作してきたんですけど、うん、学校から目をつけられたりとか、クリエイターにありがちな周りが見えてなかったりして、すぐに慣れ合わない私たち3人がいよいよ自主で一旦お別れです、うん、はい、これがもう最終回だけ見てもちゃんと分かるようになってまして、うん、まだ一度も見てないよという方も分かるようになっておりますので、ぜひ親切席ですな。ですよ。そして、最終回ということで、はい、アスカさんがなんとすごいことになります、ラスト5分ぐらいで。本当に現場に拍手を来てましたよ、私は隣でこの人すげえなって思ってます。そうですか、うん、そうだろうね。私やるときはやるんですよ。さすがここ読書家60トン生きてありがとうありがとうみんなありがとうありがとう超絶美少女超絶美少女ということで、ドラマ映像系には手を出すな。いよいよ最終回、多分この30分でこれまでを全部回収できます。皆さんお楽しみに。